石津江会は民主党のグループ。石津正夫、森本和義ら第45回衆議院議員総選挙で初当選した新人衆議院議員10人により2011年8月19日に結成された。8月の代表選を控えて党内で一定の影響力を持つことを狙い、代表選ではグループが一致して行動することとした。なお、メンバーの一人である 奥野総一郎は、海江田万里経済産業大臣の推薦人になお、連ねている。代表選後も消費増税前の身を切る改革を求めて活動を続け、12月26日には、消費増税法案の国会提出前に、衆院比例定数を80削減する公職選挙法改正案を提出、成立させるよう求める89人分の署名を集めて、 タルトコ新次幹事長代行に提出し、執行部が動かなければ、若手単独でも法案提出を目指す動きを見せた。2012年6月26日の消費増税法案の衆院採決では直前まで態度を決めかねていたが、採決当日の午前に小選挙区、冷蔵後限や比例定数40削減を盛り込んだ衆院選挙改革法案が衆院政治倫理、 公選法改正特別委員会に付託されたことを受け、会長の石津は賛成に回った。9月の代表選では、会長の石津が細野武志用率に動いた。民進党を受け当時はグループとして存在していないため、元メンバーの2017年10月の選挙から現在までの状況を記す。衆議院議員元衆議院議員2017年10月に希望の党に合流。 2018年5月に参加。2017年9月に民進党離党。その後の所属は、無所属立憲民主党無所属を経て、2020年7月に入党。2017年10月に希望の党に交流。2018年5月に国民民主党に参加し、2020年9月に入党。2017年10月に希望の党に交流。 2018年5月に国民民主党に参加し、2020年9月に入党。2017年10月に民進党離党。その後の所属は立憲民主党無所属。2017年10月に交流。2017年10月に希望の党に交流。2018年5月に国民民主党に参加。2020年9月に入党。 2017年10月に希望の党に合流2018年5月に国民民主党に参加2020年9月に入党2017年10月に希望の党に合流2018年5月に国民民主党に不参加2016年5月に民進党離党2018年4月の西宮市長選挙で当選2017年10月に 希望の党に交流。2018年5月に国民民主党に不参加。2012年6月に民主党離党。ありがとうございます。